グルーヴだ。共に歩む。はい、ミホノブルボンです。注目の2番人気、11番ミホノブルボン。指導します。晴れ渡るぞ。スタート。カズノの娘、揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン、15番6番。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロドーベル、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。続いては15番、ミホノブルボンと15番、序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。先頭はミホノブルボン、三振で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは15番メジロドーベル。ペースが速い。先頭をかけます。ミホノブルボン続きました。15番少し離れて、1番一馬身離れて、10番5番手に、6番差がなく、5番少し離れて、14番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。メジロドーベル、まだ抑えたままだ。メジロドーベル内で様子を伺う。ミホノブルボン花を進む。さあ、誰が最初に仕掛けるのか。リードを開いていくミホノブルボン。全機能確認、オールクリア、完璧な勝利。すごい。でも私もまだまだやれる。がっかりはさせないから。